はい、2日目の朝スタートです。朝食会場ですね。バイキングなんです。これからですね、朝食をいただきます。テーブルにね、この子がいるんですね。ちょっとね、あ、いいよ、言ってて。はい、これが引きおにぎりね。はい、あ、はい、あとできます。最強の最強の朝食、朝食らしいんだけど。あ、これこれパンケーキ、こんなちっちゃいの。これがスペシャル、スペシャルパンケーキ。うん、マジっすね。まあ、こんなところですね。最強の朝食で、ここから始まるんですよ。ね、北海道の名物の味噌ラーメン、これもね、朝食会場にあって、うちの麺で自分で茹でてスープ入れて。面白いのがね、このね、雪おにぎり。まあ、北海道って言ったら七つ星ですよね。で、こちらお茶漬けにするという。もう一つ面白いのが、この活源って言ってね、活力の源なんですって。ヤクルトよりもちょっと濃い味、これですね。濃い味で甘いんだ。泊まったホテルのニューオータニですね。ちょっと昨日は夜遅くてですね、暗かったんで撮れなかったんで、今出発地にこちらホテルの概要を撮ってます。コインロッカーにですね、バッグを預けて、で、いつも通り観光に来ます。札幌ビール園に行こうと思ってるんですけれど、なんと00分と30分しかないんです。今ね、36分で6分前に行っちゃったんですよね。1時間に2本ですですね。帝国6分ぐらい前に来てくれました。で、直行便なんですね。札幌駅から札幌ビール園まで直行なんで、これに乗ってきます。でも30分に1本ですか。30分に1本だよ。だからツアーは効率がいいのよ。そう、こんな30分に1本でさ、待たないもん。そこが違いね。はい、札幌ですね。ビール園。帰りのバスはこっち側なんで、新千歳空港行きだったんですね。でも札幌駅に行って二条のね、市場に行くんで、まあ札幌駅に帰ります。札幌ビール工場に着きました。これからですね、中の見学に行きたいと思います。ミュージアムショップです。ですね、私はね、孫のね、社交ダンスの先生がお酒を飲むの で北海道限定なんですよね。札幌クラシック買いました。ちょっとね、これはね、これを買うにはちょっと重たいんで、これ2本。なんかね、この中に入ってね、写真を撮るんですね。かなり。
予約してる方ね。すごいね。ここね、左に曲がっていくそうなんです。もうこんなビルになっちゃってますけどね。クラーク博士居住跡です。はい、二条市場到着しました。それからですね、よかったじゃん今日カニのイヤリングして。そうか、今日カニ見えます。あ、こちら今日ね、カニのイヤリングしてるんですよ。わかるかしら、取れてるかな。こっちだ、ほら、カニのイヤリング、カニのイヤリング、カニのイヤリングです。二条市場ですね。二条市場ずっとですね。イクラ丼かわいい。ほら、イクラ丼2600円。およよ、ウニ丼はやっぱ高いね。5800円だよ。チケットが安いよ、3800円。3食丼3800円。あ、ほら、花咲ガニとか、ほら、毛ガニ1杯1万7000円だよ。昨日のね、食べ放題はすごかったですね。これさ、生きてる？生きてない、これは。冷たいよね。これは生きてません。これはローです。ほら、毛ガニね。これよりもうちょっと大きかったね。このぐらいだって、ほら。1800円で、これ私3杯食べたんだよ。すごいな。3杯食べちゃった。カニ食べ放題だ、ね。カニだね。そのお腹やりますか。いや、見るだけです。すいません。うん、ごめんね。いくら。あ、でもほら、まあ2480円。ね、やっぱカニはすごいね。カニだよ。これウニでしょ。ウニね。いくら。ここが大通公園ですよね。だから雪祭りの時はここにね。なんかクリスマスマーケットみたいなのやってるの。あ、そうみたい。クリスマスマーケットやってんだね。ああ、そうだね。やっぱイルミネーションもやってんじゃない？イルミネーション。ありがとうございます。大通り公園です。188番発車します。ご注意ください。このバスは、循環88番、札幌ビール駅でございます。次は、時計台でございます。あ、ありましたよ、時計台が出てきます。三大がっかりの一つですね、時計台です。これから出ます、時計台。あ、ちょっと上が撮影できなかった。惜しかったな。都会にもですね、エアポート快速エアポート、これに乗って新千歳空港に来ます。自由席です。今回ですね、小樽で売り切れだったんで、今回はバッチリ買いました。ちょっとやっぱりお腹空くので、なんか食べていこうかなって、ラーメンがいいかなとか思ってます。食事会場ってすごいたくさんあるんですよね。今ラーメンところ向かってます。あ、ウニいくらいい値段だね。だね、やっぱりジンギスカンですね、北海道だから。おー、ラーメンの匂い。あ、ジンギスカンの匂いか。ジンギスカンの匂いね。こちらがラーメン道場。さあ、どこのラーメンにするか。エビそば。
北海道80年の老舗、これは味噌、氷味噌だよ。あ、これね、味噌だいたい味噌だよ。ほら、北海道の味噌、北海道の味噌、味噌を極める。フードコートみたいな感じになってるんだよ。あ、そうでもないや、そうじゃなかったです。で、どこにしよう。味噌でしょ。雪あかり、ここ味噌、味噌レギュラーメン950円、ごま味噌、抜き味噌、赤味噌、味噌つけ麺。ここなんかいろいろ味噌がある。バターコンラーメンが、すごい。ほら、ラーメン注文の方限定でいくらのミニ丼880円だって。そう、ラーメン食べてそこまで食べられないな。これは何、バターコーン、ピリ辛、ほぐし味噌、チャーシュー、味噌、味噌、ほぐし味噌ラーメンが950円。え、980円じゃない。あ、980円。またほら目が見えない。でもこれはピリ辛。え、ほぐし味噌はピリ辛じゃないの。ほぐし味噌はピリ辛。あ、じゃあピリ辛いらない。で、このさ、はい、味噌ラーメンです。これで980円だっけ。また値段間違えると怒るから980円ね。でも怒んないよ。